え時間になりまましたので始めますえ今日は公明党の山口代表に来ていただきまして、え先の韓国・中国訪問の中身などについてお話をしていただこうと思っておりますが、えー、加えて最近の軽減税率の問題。 それから維新の大阪の首長選挙の対応などいろいろ聞きたいことは盛りだくさんでございますので最初三十分ほどお話をいただき残り三十分ほど質疑に当てたいと思います申し遅れましたが私はトーククラブ企画員朝日新聞の星でございますそれではよろしくお願いしますはい ごご紹介いいたただきまました山口でございます先般、訪韓訪中をいたしまして、今日はそのテーマでお話をということでしたので、他のテーマは全く念頭にございません、<laughs> えー、限られた時間でありますので、まあ、私の感想なども含めながら、ご報告をさせていただきたいと思います。えー、まず今回の法中法官はやはやり国会が終わって 首脳会談が、まあ、国際会議、そしてそ,れその機会の首脳会談が11月中心に予定をされているという中で、えー、このタイミングしかないということで、えー、両国と調整をしながら実現をしたものであります。えー、まず、韓国には7日から9日、実質的にはもう8日に日程が集中しましたが、えー <laughs> ここでは、昨年の春に国会の副議長さんから、正式な招待状をいただいておりました。しかし、船の事故等がありまして、機会を得られないでいたわけですが、まあ、再びそれを復活させる形で伺ったものであります。国会議長、副議長、 また、韓国・韓日議員連盟の方々との会談を行うとともに与党であるセヌリ党の代表ともお会いをしましたまた、韓国の政府側としてまずパク・クネ大統領そしてユン・ビョンセ外交部長とも会談をさせていただきました。またいわゆる <laughs> 日本に知見を有する有識者の方々との意見交換もさせていただきました、この訪韓では、やはり朴槿ネ大統領に安倍総理大臣の親書をお届けすると、そしてこの関係がようやく改善の兆しが見えてきたところ、一層これを確実なものにしていくと。 そして予定をされております、日中韓三国の首脳会談の機会に、日韓の首脳会談もぜひ行っていただきたいと、それを与党の立場でそうした環境を整えるというのが、最大の私たちの目的でありました。 朴槿惠大統領と会談をすることができまして総理の親書もお届けをいたしました、まあ、その際に安倍総理はまだ総理になってから韓国を訪問しておりませんですからこの日中間サミットの機会にぜひ訪韓をしそして 日韓の首脳会談も実現したいという意欲をお持ちですと、ぜひとも実現をしていただきたいという伝言とともに、新書を渡しました、パク・クネ大統領の方からは、この日中間サミットとともに、この日韓の関係について、これを前進させるいい機会になると、こういうお話がございました。 その上で、課題として挙げられたのは、慰安婦の問題でありますが、特にこれを人権の問題として捉え、また当事者が高齢化しているというところから、早期の解決を望むという期待感が示されました。ままた安保法制についてはこれまで え随時、説明を受けてきていると、しかし、韓国内には疑問や懸念を示す人たちもいるので、今後も適切な説明を求めたいと、まあ、こういうお話でありました、それからヘイトスピーチについても、立法措置を含めて対応していただきたいと、こういうお話がございました。 私の方からは、この慰安婦問題をはじめ、いろいろ懸案は両国にあるけれども、自分は政府の立場ではないけれども、やはりこの両国政府が双方の努力によって、そして合意を作ったことは必ず実行する。 やりきるとそういう強い意志を持って、えー、対応することが解決につながるものであると、おそして達した合意については、あ政党、まあ、国会の側があこれを、特に与党はこれをお支持していくと、こういうことが揃うことによって、えー、解決に、えー、結びつくことができるということを強調して、えー、お話をしました。 えー、また、平和安全法制については、特定の国を対象とするものではないと、この地域の平和と安定に資するものであると、また、日本としてもこれまでの経験をもとに、国際貢献になお努力していきたいと、まあ、こういう趣旨のことを申し上げ、えー、日韓、 ではなくて、その日米と韓米の同盟関係で、この日本と韓国は結ばれる関係にあるので、情報をもっと共有できるように進めていく必要もあると考えるということをお話ししました。 またヘイトスピーチについては、この立法措置も必要ではあるけれども、しかしもっと両国の国民感情を改善をして、そうした行為が行われないような環境を作っていくことも、対極的な意味で重要であるということも申し上げました。パクネ大統領は 安倍首相とソウルでお会いできることを楽しみにしておりますと、えー、笑顔で、えー、そのように、えー、おっしゃっておられました、えーまあ、こうした大統領のこれまでのこの難しい顔をしたという印象があったわけでありますけれども大変、えー、柔らかい笑顔でしかし真の強さを感じさせる そのやり取りに印象を強くいたしました、えー、他の国会議員の方々からも同様な課題の指摘というものが揃って出されました、えー、特にこのヘイトスピーチについては韓国の国内の問題というよりはこれは日本における出来事でありますから、えー、在日の方々からの強い <laughs> 意向があ つな、まあ、ああがっているなということをまた実感した次第でもあります、えー、有識者との懇談というものもわれわれにとっては非常に有意義だったと思っております、えー、かなり冷静に客観的に日韓の関係を見ているなということを感じました、えー、いずれにしてもこの昨今 えー、いろんなレベルで、えー、この日韓の往来が盛んになってきております、えー、これは議員連盟はもちろんそうでありますし、えー、文化芸術等の交流も盛んになっております、えー、その中でまあ、先方も私も触れたのはですね 日韓交流お祭りという行事が9月に毎年行われておりまして、ソウルではもう10回になります。日本でももう5回を数えます。私はこの日本の5回の行事には全て毎年参加をしてきておりまして、その変化というものも感じております。当初は少し硬さも見られたわけでありますけれども、特にここ3回は日比谷公園で開催をされ、非常に オープンで、えー、賑やかな催しとなりましてから参加者が年々増えているとそういう実感を持っております、えー、ヘイトスピーチも話題になりましたけれどもまあ、こうしたあ交流お祭りはソウルでも東京でもお 2日間の行事でありますけれども、七八7、8万人の方々が訪れるという盛況ぶりになってまいりました。そこで特に、日韓の少年少女たちが踊りや歌を共にする、まあ、そこには何のわだかまりもないと、こうしたこの未来に向かっていく世代に対して、もっと、 率直な、そういう交流を重ねていくことこそ、急がば回れであり、そのヘイトスピーチなどを生み出さない環境を作っていく方向でもあると、まあ、そんな趣旨のことも申し上げた次第であります。えー、続いて、えーまあ、この 訪韓の模様は、帰国後直ちに安倍首相にご報告をいたしまして、特に訪韓を実現して、日韓の首脳会談、これを何としても行いたいと、そういう強い安倍首相の意思が私にも伝わってまいりました。 周到な準備をして、ぜひこの10おそらく11月の1日になるだろうと思いますけれども、ぜひ実りあるものにしていただきたいと望んでおります。えー、続いて中国には13日から16日まで訪問いたしました。でこのの中国の訪問は 10月15日にもともとアジア政党会議というのが中国で主催する予定がなされておりそこでシルクロードをテーマにして議論をするので山口代表には67分のスピーチをお願いしたいというのが招待の趣旨でありました。 それに応ずる形で訪問したわけでありますけれども、併せてかねてからの知り合いの方、あるいは要人の方々との会談を希望し、盛りだくさんの内容となりました、会談を行ったのは、竜光斎、今、中連部副部長ですが、前北朝鮮大使でもあります。 また、東華線、中日友好協会会長、それから経済関係では、胡海放中国国家開発銀行の会長、また、AIIB 次期総裁の金立軍氏と会談しました、また、劉新民外交部副部長、 そして、劉雲山政治局常務委員とも会談をいたしました、また国際会議のグループ会見というものがありましたけれども、その折に習近平国家主席とも面談、面会の機会がありました、それらについて、ポイントをお話ししたいと思います。 まず訪問初日に私の方から希望して中国人民抗日戦争記念館を訪問いたしましたこれは盧溝橋にある施設でありますが私は2010年に訪中した折も一度訪問をしておりますその時にの展示と今回の展示は内容が変わっていますよということをある日本人の方から 伺いました今年のお盆過ぎに訪問した日本人の方が、その展示の変化ということを指摘し、ぜひ山口さんの自分の目で訪中の機会にご覧になったらいかがですかと示唆を受けておりましたので、これを希望して訪問したものであります。その内容は、まあ 戦後70年という節目でもありますので、この抗日活動の展示というものは、以前と比べて詳細に充実していたという内容であります、それから私が特に注目したのは、日中国交正常化後の日中交流の展示の場面であります。 今回、新しくなっていたのは、ですねここに写真を撮ってきましたけれども、昨年の秋11月に北京で行われた APEC の際に、安倍総理と習近平国家主席が握手をして、会談をしたという時の写真がパネルにして展示をされていたということであります。 また、その隣に2013年1月、この自公の連立政権発足間もない時に、安倍総理の親書をお預かりして、私が訪問し、し習近平、当時総書記でいらっしゃいましたが、会談をしたその写真が同様にパネルで掲げられていたということであります。で、この下にいろんな展示のキャプションがついてるんですが、読みにくいんですが、まあ、え、ー 未来に向かう精神で平和的発展を促進していきましょうというようなことが書かれておりました、えー、まあこうした展示は7月の初めごろ新しい展示にして、まあ、今日までそれが続いているということでありますから日本で戦後70年談話が安倍内閣で出されまた9月3日に今日 戦勝記念行事が中国で行われたその間もずっとこの展示が継続しているということでありましたでここで何か署名と言葉を書いてくださいと言われましたので私は「歴史を忘れず平和を誓い未来をつくる」という言葉をしたためさせていただきました えー、CCTV のインタビューも行われましたので、えー、そこで、えー、お話したことは、えー、歴史は取り消すことができませんと決して忘れることがあってはなりませんとその上で、えー、それを教訓にして平和を誓,誓い実行することが大切ですと。 未来は作っていくことができますとこれを建設的、創造的に両国が力を合わせて作っていくこと、ここに力を注ぐことが重要だと考えますと、こういう趣旨のことをお話しし、その記号した意味を解説をしたわけであります。えー、初日にこうしししたたた視察をいたしました、えー ちなみに CCTV はじめテレビの取材っていうのは3回行われましてこの記念館に行った時が最初それから1時間ほど社会科学院の日本研究所の副所長さん高光さんという副所長さんのインタビューに答えて1時間ぐらいやり取りをいたしましたそれからフェニックステレビのインタビューこれは15分ほどお受けして えーえー、それがまあ中国国内等々で放映されたということであります。10日戦、まず、龍光彩さんとの会談の中で、印象深かったのはですね、えー、中国には貧困層と言われる人たちに約7000万人ほどいると、特に農村部に多いと、所得は極めて低いと。 おこうしたあ貧困削減ということがこれからの課題になり、えー、10月のお御中全会でもおこのことがあーテーマとして掲げられるでありましょうと,ということをおっしゃられておりました、えー、一方で、えー、都市部の若い人はあ不動産を購入したり、えー、また貯蓄をしない傾向があり えー、この若者たちは未来に自信を持っているということだ,だと考えるとそういう発言もありました、えー、私の方から未来への期待と実際の結果が一致するように努めていくことが大切ですねと、まあ、申し上げました、えーえー、そんなやり取りをした上で、えー、これから日中協力の方向性として 環境、エネルギーというのは従来から行ってきたところでありますけれども、特に健康をについては関心が高いというやり取りが、流行採算と行われました。それから東海線中日移行協会会長との会談では 東花先さんの方からご自身の考える課題についていろいろとご指摘がありました、歴史認識の問題、70年談話の問題、平和安全法制の問題等々、国民感情の改善など、ご主張がありました、それから経済関係で、今回のテーマであります、アジア 政党会議34か国から74政党の代表が参加し、総人数は相当なもんで、2、300人達していたと思いますけれども、3つの分科会、政治的リーダーシップ、また経済発展、人的交流と、こういう3つに分けて分科会が行われ、私は政治的リーダーシップのところで、6、7分のスピーチをいたしました。 これがまあシルクロードをテーマにして、まあ、中国流入一帯一路、これをテーマにした議論を行ったわけでありますが、私のスピーチの対応は、ですねアジアには膨大な潜在力、潜在的可能性があると、これを顕在化していくことが大切であると、シルクロードはの東の終着点は日本であると。 こうした日本も含めた国際協力はこれからの重要な取り組みであると、その上で、えー、このアジア地域が連結性を、高い連結性を持って進むことが重要だと、日本は ODA で今後、1100億ドルの提示をし、 また ADB とも連携をしながら質の高い経済成長質の高いインフラの整備を目指していると中国では AIIB あるいは一帯一路等のイニシャチブがあるけれどもそれらは両方合わせてもアジアの膨大なインフラ需要を満たすことはできないとしたがってこの日本の取り組みも中国のイニシャチブも 共に、排他的、競争的なものというよりはあ、相互補完的、協調的なものであるべきだ全体として整合性をもって行われ、そしてまた、あーそれが、あ悲益する相手の人々、国々のためになること、これはあこのほど、国連のサミットで採択された、 持続可能な開発の2030アジェンダに日本から主張した理念として、人間の安全保障という理念が盛り込まれている、これを実行に移していく取り組みであることは望ましいと,という趣旨のことをおーチい致しました。その上で、グループ会見というのが行われまして、参加国政党の代表が、 習近平国家主席と一同に会して、代表者が意見を述べるという場面がありました、参加64名一人一人と習近平主席が握手をして、会場に迎え入れるという中で、まあ、大体お一人5秒から10秒程度。 の握手と短い挨拶という中で、あらかじめこの機会に安倍首相の新書をお届けしたいと、そしていくつかのやり取りをさせていただきたいと申し上げておりましたので、私の場合はまあ約1分程度、やり取りが行われました。新書をお届けし 特に11月の国際会議等の機会に、日中の首脳会談が行われることを安倍首相は強く望んでいらっしゃいますということをお伝えしました、そしてこうした首脳会談を重ねていくことによって、我々は東京の桜をぜひ、首席にご覧いただきたいと望んでおりますと。 こういうことをお伝えをいたしました、えー、主席はあにっこりとお後半でうなずいていらっしゃいました、えー、そんなやり取りした上でグループ会見が行われたわけであります、えー、その時の報道ぶりがあ印象的であります、えー、公明新聞に提供してくれたあ写真があ こういう写真で私と主席が向き合って、微、え、笑、ー、みながら握手をしていると、こういう写真であります。まあ、これは他のメディアにも要望に応じて、えー、どうぞお使いくださいということで提供されておりまして、えー、この間の私のコラム、有敢夫人連載しているコラムにもこの写真があ中国側の了解で提供されました。で、同じことを今度は映像、 これは NHK のニュースに流れたものでありますが、この映像では、このグループ会見の模様が流されまして、このツーショットの内容はありませんでした、これは国際会議の参加者とのグループ会見というところを重点を置いたんだろうと思います、それから中国側では、よくチャイナ・デイリーという英文の、英字新聞、 これにこのツーショットの写真が掲載をされました。えー、こんな報道ぶりだったのが、まあ、あ中国側もいろいろと考えながらやってるんだなということが <laughs> 実感されたわけであります。えー、さて、えー その上で、えー国、国立開発銀行会長、国会法会長と会談をしましたけれども、この国立開発銀行の役目というのは、あまあ、日本の党議銀に似たところがあるなという感じでした。えー、国内のの産業の <laughs> 投投資資への投資インフラの整備、また海外プロジェクトの実行、さらには自らのグループの子会社の支援などと言ってました、日本のメガバンクや政党議員とも協力関係がすでにあるということでした、それから財政当局との日中のやり取りを通じて、通貨スワップをぜひ実現してもらいたいと。 また人民元と日本円の直接取引ができるようにしてもらいたいとドルを返さないで直接取引ができれば観光などについても大いに拡大の余地があるだろうとこういう見方も示されました合わせてこれからの協力できる経済分野としてエネルギー環境等に加えて旅行あるいは 医療、医薬品、健康産業、食品安全など、まあ、かつての家電や製鉄などの製造業の工場建設ということもさることながら、やっぱりサービス業の分野がこれからの潜在力の大きいところなので、日中協力が重要だと、ご指摘をしてされておりました。 次に AIIB の次期総裁、金立軍さんとお会いしました。まあ、先方が言ってましたが、現職の日本の政治家とはあ,のあなたが初めてですねと、ぜひ日本の方々にこの AIIB の内容をお伝えくださいと注文しておりました。概要はですね この日本は創設メンバーではないけれども、加入を大いに歓迎するということ。そして日本が懸念をしている、例えばガバナンスの透明性でありますとか、あるいは債務の持続性確保、質の高いインフラ整備と これらについてはよくそういう懸念や関心を持っていることはよく理解していますと、ADB にも副総裁として勤務したことがあり、また日本の財務省には知器も多いと、年内にこれを立ち上げて、年明けに日本を訪問したいと、そして日本の金融当局、政治家、経済界の関係者等々とぜひ交流をしたいと。 そして、これ、第一四半期にこれを実現をしたいとおっしゃっておりました、そして第二四半期にはいよいよプロジェクトを選定をしていきたいと、こういうこともおっしゃっておられました、それからすでにイギリスやフランスやアメリカの金融スタッフが参加をしていると、日本の、日本人にもぜひ、 参加をしてもらいたいたとすでに数名の応募があるので、この中から今、検討中であると、まあ、こんなお話もありまして、そういう点からも、この日本との協調ということを意識をしているということを実感をいたしました、まあ、私の方からはそうした。 AIIB が従来の ADB と一味違う役割を果たす、それは総合補完的、協調的なものであるべきだということを重ねて申し上げた上えで、やはり、 その投資をする相手国の債務、ここが持続可能なものでなければ他の債権国も影響を受けることになるのでそれぞれの債務が共に成り立つようにその債務の持続可能性ということは重要なことであるのでぜひ配慮されたいと,ということを私から申し上げましたあと優先度の高い具体的なプロジェクトをお考えですかと。 ということをお尋ねしたたんんでですが具体的ににははお答えにはなりませんでしたしかし、まあ、電力鉄道港湾空港ロジスティックスなどなど、まあ、インフラの整備の重要課題について項目を挙げていらっしゃいましたまた ASEAN の共同体が発足するけどもここでは南北や東西の回廊の 整備ということが課題になるけれども、この点についての関心はあるかとお答えたらあお、お聞きしましたら、あそれはその通りとお,おっしゃっておられました、えー、そんなやり取りをさせていただきましたけれども、えー、次に、要人会見であったのは、劉雲山さんという政治局常務員。 でナンバー5と言われる人でありますが、われわれは政党交流で言っておりますので、えー、その中国共産党の位置づけはあナンバー2、習近平、えー、総書記についてのナンバー2ということであります、えー。この劉雲山さんと会談した日本の政治家はそれほど多くないように思われますけれども、お特に、えー、この方との会談で、えー、印象的だったのは、 70年談話について一定の評価をされていたということであります、プラスの評価の面では、中国をはじめ、アジアの人々、国民の感情に配慮している点は積極的に評価できると、しかし一方で、戦争責任を回避するような態度も見られると、こちらは消極的評価と。 いいううこととなんだろうと思いますがそうした元気をされまました、えー、また私の方から北朝鮮については、えー、挑発的な行動をするような懸念も国際社会日本をはじめ国際社会を持っていると自制も促してきたところであると劉雲山さんの印象はいかがですかと、まあ、こういうふうに聞きました、えー、それに対してキム・ジョンウン氏は あこの北朝鮮の民生の安定と経済発展を目指しているので国際的に安定した良好な環境を必要としているとそう語っていたということでありましたしたがってまあミサイルの発射等は行われなかったということを示唆したものと思われます また、中国として北朝鮮に対して今、望んでいる態度、三つの堅持ということをおっしゃられておりました、一つは、北朝鮮とは平和と安定を求める友好的な関係、これを堅持していくということが第一点です、二点目は、非核化を求めていくと、これを堅持すると、これが二点目です。 3点目は、この非核化を実現するために、平和的交渉の道筋を堅持していくという、この3つが基本的な我々の態度であるということをおっしゃられてました、また個人的な感想として、8年前に北朝鮮に行ったときと比べると、住民、国民の生活は向上して落ち着いてきているように感じましたと、そういうことも付け加えていらっしゃいました。 概要以上でありますけれども、総じてやはり日本との関係を改善したいと、その環境を一つ一つ前進させていきたいと、そして昨年の APEC の直前に結ばれた4項目の日中間の合意文書がありますが、まあ、それを引用して、 今日あるいは今後の方向性を訴える人が多かったということでもありました帰国後、直ちにまずは電話で安倍首相に報告をいたしましてその後面談をし向こうのメディアの取り扱いなど資料もお見せしながらですね具体的にご報告をさせていただきましたまず安倍総理は日中韓3国のソウルでの会談の折に李克強首相 との日中首脳会談を実現させたいということを明言されまた11月 G20 などの国際会議の際に日中、これは習近平国家主席との首脳会談もぜひ実現をしていきたいとこういう意欲を語っていらっしゃいました。 我々与党としてもしっかり環境を整えサポートしていくのでこの両国との関係改善に指導力を発揮していただきたいとということを重ねて申し上げました私の方からこの程度にいたしましてご質問をお受けしたいと思います <laughs> どうもありがとうございました。私の方から簡単に、この韓国中国訪問について二点お伺いします。一点一つは韓国について、慰安婦問題について、パク大統領が人権の問題として捉えられているということですが、日本側と韓国側の,その接点といいますかです、ね、打開策というのは、 少し見えつつあるというふうにお感じになっているのかどうか、その辺はどんな感触だったでしょうか、えー、この点については、政府、特に外務省の局長級で協議がもう何度も重ねられてきておりまして。 課題は双方とも認識をしているんだろうと思われます、まあ、私は政府の立場ではありませんから、どんな条件でどういう合意が可能かということまでは定かではありませんけれども、韓国側はやはり強い意欲を持っていますが、やはり相手に要求するだけでは解決しないと思いますので、双方が努力をすることが大事だと。つまり日本側側もも韓国側も 一定のの情報ををした上上でで合意を作ることとが大事だとその上で政府間で決めたことは、腰砕けにならないで、双方がそれをやりきると、そういう強い意志がなければ、不退転の決意がなければ、これは解決に結びつかないという意味を込めて、意見を申し上げたわけであります。また あそれを政府を支える立場にある与党、ここも国会やあるいは国民とのに向き合う立場で、やはり政府間の合意というものをきちんと支持していく、そういう説得をしていく、そういう責任も大切だということを申し上げてきたわけでありますま。それれらが揃うかどうかかかどど楽観は持ちませんけれどもしかし双方 強い決意で頑張っていくことが大事だなと思っております、はいえー、中国問題ですが、えー、今何なんといってもその中国に関して、国際社会ではやはりその南シナ海の問題というのがクローズアップされているわけですが、今回の訪中ではこの問題、特に大きなテーマ、議論、意見交換にはあまりならなかったでしょうか。 南シナ海を特定して、議論するということは、向こうからは出ませんでした、ただ、海洋をぐって、意見を述べた人もおりました、我々からは、この平和安保法制、これが地域の安定に役立つということを述べた上えで、中国側もこれまでの日本の平和国家としての歩みを評価すると。 いうのは、どなたも皆、おっしゃっておりましたので、その上で、この不足の事態を回避するための、回空連絡メカニズム、これを実行に移せるように早くすべきであると,ということを、私のほうからは申し上げました。はい、えー 包中包官の問題はまた後で会場からの質問を受け付けたいと思います。それからまああの今回は外遊の話に限ってということでその他は念頭いないということでしたが。がまああのせっかくの機会ですので内政問題について二点ほどお伺いします。一つはこれは私は思うんですがその今回ですねそのこれだけのいろんな懸案がありそれからいろんなその TPP の問題も含めてある中で秋の臨時国会が開かれないというのはいかに も異例という気がします。公明党は比較的そういう時にあのどちらかというとその常識的な対応をしてきたわけですが、この臨時国会を開かないという政府与党の判断について山口代表の意見をぜひ伺いたいと思います。えー、まあ,あこれは政府は国会の召集権は政府が基本的に持っております。えー、まあ与党の立場で政府の状況を考えますとやはり これまでになく今の外交日程は非常に重要な課題に直面していると、やはり会見関係を改善するチャンスであると、それが目白押しであるということ、したがってここに例年にない力を注ぐ必要があるということを重く見ております。また、国民にとってのっかの重要課題で一つ、TPP。 の大筋合意をめぐっての課題があるわけですがを求めるということでありますがアメリカでは議会の議論を経て最終的に政府が署名をするかどうかが決まるそれまでには90日間。 の期間を要するそしてその90日の起算点は政府がこの大筋合意を議会に通知をしてからということになって現状ではその通知も議会はまだ受け取っていない状況そこから90日ということを考えますとこの署名を各国が作って批准の手続き回すというのがもう年明け。 なってしまいそういう中でこの大筋合意がこれから国際約束として効力を持つに至るかどうかこれが不明な段階ですのでやはり政府が責任を持って国会に承認を求めるというところに行くまでにはまだ少し時間がかかるしたがって今の段階ではこの大筋合意の説明 を国民にするということが大事なのでありメリットもあると思いますしまた国会決議で求めてきたような国内産業を与える影響をどう克服するかという課題もあると思いますそうした準備をしっかり整えて場合によっては国内対策について先行的に補正予算 等も準備をしなければならない、まあ、そういう状況もあると思いますので、しっかりその辺を政府として整えてもらいたいというのが与党側の考えでありまして、そのためには、あそれらの課題、準備、対応や準備を犠牲にして、まあ、国会を開くいた間がないという政府側の対応も理解できないではないと思います。ただ、部分的に必要なことについては、閉会中審査。 ということはできると思いますので、これは予算委員会も含めて、ですね可能な限り政府として対応してもらいたいということで、与党側からも要求しているところでありますはい、えー、すみません、もう1点だけ、えー、やはりなんといってもあの最近の焦点は、軽減税率ですので、えー、まあせっかくの機会ですので、まずその財務省案がなんでダメなのかと。 いうことと、公明党が要求しているその食料品非課税ですと、お、ま、そ、あ、らく1兆円を上回るような額になりかねない、その場合は、社会保障への影響ということもありまして、その財源を一体どうするんだという、まあ、比較的あの素朴な疑問なんですが、その2点について、説明していただきたいと思います。財、はいえー、財務務省省案ななるものが示されれましたこれは財務省とししたたこははとていいろろ要素を考慮した上で 財務省なりに考え抜いた案だったのだろうとは思います、しかし、国民にはかなり厳しい反発を受けました、それは一つはですね、この限度額をあらかじめ設けて、国民の通税感を緩和するという意欲を損なってしまっていると。 いう点でありますもう一つは、その還付という手続きを国民に取らせることによって、その事務的負担を国民の側に押し付けているという印象を持たれたことであります。また、その手続きにはマイナンバーカードを利用すると。 マイナンバーそのものですら、まだ国民によく浸透していない中で、さて、マイナンバーカード、を見たことも手にしたこともない、そういうものをどう使ったらいいのか、受け止めたらいいのか、この点についても国民に大きな不安と戸惑いがあったということだろうと思っております。その上でで財務省案は否定をされれたわけでありましてこれからあー この低所得者対策を考えるにあたって、まあ、安倍総理と投資会談を行って確認したことがあります、それは、昨年10%の引き上げ時期を遅らせました、2017年4月に再度設定し直しました、この時に軽減税率の導入を目指すと。 ということを選挙に際して与党の共通公約として掲げたということであります自民党のマニフェストにも10%時軽減税率導入を目指すはっきり書かれておりますまた公明党のマニフェストにも10%の引き上げ時に軽減税率導入を目指すと こう書かれております。選挙で公明党は議席を増やし、自民党も議席占有率を上げました。共に勝利して政権合意を結び直し、そこにも権限税率10%を自動に目指すと明記した上で、政府与党の税制対抗にもこのことが盛り込まれた。つまり、国民 に約束したこと、公約、そして国民がそれを望んでいる、昨年の選挙の前も、各種アンケート、世論調査等で8割近くの国民の期待がありましたし、また、現時点でも8割近い、 期待があるということしたがって国民が期待するこの軽減税率のイメージを大きく損なわないような公約の実現が必要であるということを安倍総理と確認しました先般の政府与党会議でそのことを安倍総理が与党側に改めて方向性を訴え 10%引き上げのときに実行できる軽減税率を目指したいので、与党として協力してもらいたいと、こういう発言になったわけであります。その中で、特に我々が一番気にしているのは8、8%上げたとき、3党合意の大きな精神に基づいて8%実施したわけでありますが、 あやはり国民の消費が低迷している、長らく低迷してしまったということです。アベノミクスを実行し、給料も上がり始め、GDP も上向きになり始めて、勢いがついたかなと思っていたんですが。 低所得者対策も簡素な給付措置をやり、またプレミアム付き商品券などを発行できる予算も用意し、それなりの消費者低所得者対策もやった上で8、8%を実行したわけでありますが、やはり重い影響があったということ、ここは8%の通税感というのはかなりの強い影響があると。 いうことをを実感をしたわけですそれらをちゃんと踏まえた上で10、10%への影響を考え、やはり通税感を緩和するという目標は非常に重要だと、我々は考えております。まあ、その通税感緩和と、あと何を対象にするかという分かりやすさ、混乱を避ける、これは消費者にも事業者にも分かりやすい、まあ、その点で考えれば、 酒類を除く飲食料品というのは、それにかなっているということを申し上げたわけであります、一方で、3等合意は社会保障の財源を確保するということもありますから、財源論を含めて、これからの与党の議論をしていく必要があると考えているところですはいどうもありがとうございました。えー、それでは会場からの質問をを受けたいいとと思います所属とお名前をお を告げて、えー、一人一問、えー、手短に質問をしてください、えー、いかがでしょうかはいどうぞ アアジ社アのジと申します、はい、えと南シナ海の問題についてあの先ほどあのちょっと触れましたけれども、まあ、情報としてはアメリカ海軍は、ね、近々、南シナ海の中国主張している島の12回キロの 海域に入ろうという話がありまして、まあ日本政府としてあるいは与党としてですね、あの日本の自衛隊はまあ協力あるいはえ南シナ海の問題についてですね、介入すべきかどうか、それであの山口代表の立場を聞きたいと思います。南シナ海は言うまでもなく我が国の領海ではありません。うんえー、そこについてはあー。 関係国での争いがあることも承知してますが、そこはこれを安定させるための行動規範を作るというのが、その地域の ASEAN 諸国と中国との合意にもなっているわけでありまして、まあ、日本としてはこの海上航路の安全を確保すると。 いうことは目標でありますけれども直ちにそれが脅かされているという状況でもないと思います、えー、日本として国際協力を進めていく中で、えー、これらの地域との協力のあり方を模索する余地はあると思いますが自衛隊が今出るという状況ではないと思っておりますはい ほか、えー、にいかがですかどうぞ個人会の加藤と言います、えー、最近ですね、えー、やっぱり政治の混乱といいますか 社会的にいろいろなことを見ていますと、ですね大企業の非常に倫理観と言いますかね、企業の行おうとしていることとやっていることというのは非常にちぐはぐになってきて、ですねどういうわけかあの倫理観と言いますか、そういうものが非常に損なわれて、ですね例えば東芝とか、ですね今問題になっているマンションの問題とかですね。 いろいろな問題がやっぱり起こってきている、これはあのどういうわけか、政治の混乱と言いますか、そういうものを考えながらやっていく道筋というものを、政治家の倫理観とか何かいうものがある一定のものが欠け始めているから、こういう状況が起こってきているのではないかなという、まあ、個人的な意見なんですけどね、思います。 あのー、その中にあって、与党としてですね公明党があるということは、やはり庶民の党として、ですねその辺を非常に大事にしてきた、僕は党ではないかなと思ってるんですね、今度の,あの日中、中国、それから韓国のことも含めて、そういうサイドから、要するに与党を支えていくという中で、もう少し公明党の存在というものをですね、 いろいろな面で、えー、際立たせていくというか、今の自民党にちゃんと意見を申すような党になっていくという、なんか、そういった決意みたいなものをですね、山口代表から聞けたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。 はいえーまあ、企業のさまざまな昨今の問題と政界の状況がです、ねえー、果たしていかなる因果関係があるかは定かではありませんけれども、しかし、政治の側として、えー、この規範を重んじるという姿勢というのは、実に重要なことだとこう考えております。えー、また公明党党が与党にいいるととうことは やはり与党間で、つまり自民党と公明党で切磋琢磨をしていくと、そうした中で、あるべき意見は堂々と申し上げるということもあって、しかるべきだと、このように思います。先般の政府・与党の会談の会議の中ではで、細かなことですが、あえて申し上げましたけれども。 例えばマイナンバー、政府が主導して、これからの重要な社会インフラになるという割には、政府の取り組みが甘すぎると、例えばコールセンターに国民一般から電話が行くところは有料になっていると、とんでもない話でありまして。 むしろ直ちに無料化して、国民に丁寧に相談の体制を作るべきであると、また広報宣伝の予算が少なすぎて、ですね例えばイメージのバッジとかですね、キャラクターとかを用意はしてるんですが、もうほんのわずかしかそれが あ作られていない配られていないしかも今後作るには有料であるなどと言っているとまあ、これも果たして本気で国民の皆さんに知ってもらって安,安心して使ってもらうという政府の姿勢があるのかということを政府与党の場で指摘をさせていただきましたやはり国民の間にある率直なこの政治に対する厳しい声というものを反映して えー、自ら襟を正していくということは極めて重要なことだと思います。えー、野党も含めて、やはり政治に携わる者は襟を正して、国民のある意味で、えー、規範となるような、あそういう,う慎みある、高潔なあ行動というものも大切だと改めて思います。ししっかりりり頑張たたいいいとと思まますありがとうございました えー、他にいかがですか。再もう一問ぐらい大丈夫だと思います。はいどうぞ。毎日新聞の倉敷です。あの野党動向についてちょっとお伺いしたいんですけどね。あの今共産党がですねあの民主連合政府構想ですか。とですねそれから選挙協力ということで。 野党再編といいますかね、自、え、公、ーまあ、に対,対抗戦として、ですね、えー、一つ動き出しておりますけれども、この動きについて、ですねあの山口代表、どう思われるかということをお聞きしたいんですが、一つはですねあの選挙協力といいますと、ですねやっぱりあそこはあの結構の票を持っておりまして。 えー、500万ぐらいのね、あの比例で票を取っているんですけども、この票がですね、まあ、あの、公明党のまぁ800万の票と比べて、そ、そ、それほどですね、遜色のない意外と組織票だというような気がするんですけどね、<laughs> これはどうなんでしょうか、やはり、あの、与党にとって脅威の戦略なのかですね、 いや大したことないのがですねそれのお見立てと、ですねそれから唯一、ですね共産党だけがまだ与党になってないと思うんですよね、まあ、あの他の,あのその後に出てきた政党の中には、まあ、与党になってない政党がお,おりますけども、そういう中で、ですねやはり野党としてねそのずっとやっていく政党もよろしいんですけども、一回与党に、ね、なってみて、 そこで、その一つ何て言いますかね自分たちの政策を実現するという意味ではねまあ公明党はまあ20年も30年もある意味じゃ共産党の先行ってると思うんですがそういうその兄貴分としてね先輩格として共産党に対してですね今の彼らの30年遅れのね時差行動についてですねなんかアドバイスといいますかね思われることがあるならぜひ一言。 お願いいたしますえまあ他党のことを申し上げるのははばかられるんですが、自らを顧みてみますと、私は1990年の初当選でした、えー、当時、参議院でキャスティングボートを持つと、しかも冷戦が終わるという時代の転換期だったと思います、しかし公明党は、その中でやはり野党でありながらキャスティングボートを持つということで、 責任感と従来の野党であった時の主張との狭間で、だいぶ苦しみながら、党内論議を重ねながら、少しずつ政策転換をしていった、それは議論を経て、きちんと論理的に政策転換をしていった、例えば自衛隊について言えば、安保、自衛隊は違憲の疑いありと、段階的解消だと、こういうのが立党当初の主張でありましたけれども、しかし憲法は自衛権を否定していない。 それにふさわしい実力が持つことができるそしてそれを適切な範囲内でコントロールしていく必要があるということで PKO 協力法を作るなどこの論理と実践というものをかみ合わせながら プロセスをたどっていったわけですね。そして、細川政権で初めて与党になりましたけれども、途中で回答、政権を失うという経験も経ながら、今、今日があるわけです。そうしたことを考えると、やはり現実の政策、長年取られてきた政府の政策を、政権を取ろうとするからには、やはりそれを支えるだけの基本的な政策というものをどうするか。 ここを整えるる必要があると思います、えー、残念ながら共産党の場合は、違いの方が大きくてですね、えー、それをどうするのか、国民に説得力のある回答は用意されていない、そのもで、強、えー、力だ、共闘だ、また一定の影響力を与える票を持っているといっても、国民が本当に信頼できるものになるかどうかというのは大いに疑問であります。えー、共闘しよう という野党の他の野党の皆さんも、その辺についての対応は明確にして望まなければ、国民の支持は得られないと、私は思っております。ぜひその点でのオープンな、誠実な議論を期待したいと思います。 はい、えー、時間になりましたので、今日はこの辺で終わりたいと思います、えー。山口代表に書いていただいた記号は、徳は孤,孤独の子ですね、えー、孤独ではないと、孤立しているわけではないというんですかね、はいえー、論語の一節だそうです。えー 今回は二年ぶりの日本記者クラブの登壇でございましたまた、ちょくちょく来て、いろいろお話を聞かせていただければといいと思います。えー、ありがたいと思います。えー、トークラブから記念言葉。はい、どうもありがいはい、ありがとうございました。